今回は、神奈川明憲さんの「仕事と人生を激変させるなら99.9%アウトプットという本を読みましたので紹介させていただきます。はじめに、第1章、人生の9割はアウトプットで決まるア。アウトプットから始まる逆算思考で最速の結果を出す。人は20分で半分忘れる。ただの序書はゼロプット。アウトプットは空手で行う。 PDCA はもう古い。これからは IOIF。完璧主義から適当主義にシフトできる人こそが成功する。掛け算思考でアウトプットは無限に広がる。読む、見る、聞くではなく、話す、書くなどの行動こそがインプット。第二章。何を知っているかより、どう伝えるかが勝負を分ける。話す、書く、アウトプット術。伝えるすぎる、 イコール稼ぐスキル。相手の知りたいことを徹底的にリサーチする。人の心を動かすエモーショナルな伝え方をする。2W1H で人の心に響かす動かす。話す核をブラッシュアップしたいなら人に教える。相手を巻き込む伝え方をする。現在、過去、現在、未来の順で伝える。量をこなせ。 第3章。何を知っているかより、誰を知っているかが人生を変える。人脈は使えなければ意味がない。周りの人を成功させることが第一の人脈ずつ。ソーシャルメディアを利用して人脈を増やす。人脈作りは自分作り。仕事に友達必要などの人脈はいらない。会いたい人にはすぐ会いに行く。自分の未来を妄想する。 できる人はすぐ行動を起こす。悩まず手と足を動かす。言い訳ばかりする人は成功できない。第四章、お金はいくら持っているかよりどう使うかでレバレッジをかける。お金は使うことから始める。お金には感情がある。志高くお金を使えば回り道を避けられる。一流の人にお金を使う。 需要が供給より多いところにお金を使う。目標年収の10%は投資に回す。あえて高いものを体験する。時間、経験、健康にお金を使う。第5章、最大のアウトプットは自分の見せ方にある。見た目は人間にとって最大のアウトプット。ビジネスパーソンにとってのここ一番は日常。スーツもシャツもオーダーする。 グルーミングで男も女も好感度を上げる筋トレで鍛えた肉体が強いメンタルの証明になるはい、以上になりますのでよかったらチャンネル登録をお願いしますありがとうございました